宮の奥停留場は、高知県高知市朝倉にある都佐伝交通井ノ線の路面電車停留場。宮の奥停留場は1907年、井ノ線が鏡川橋停留場から港内停留場までの区間で延伸開通したのに際して開業した。停留場名は、宮の奥とも表記され、駅名表でも2種類の表記が混在する。乗り場は2名あり、 東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むように、向かい合って配置される。軌道の北側に、リマや、橋方面行き、南に、井の方面行きの乗り場が置かれているが、井の方面行きの乗り場は南を並走する県道の、路肩に白線が引かれているのみである。停留場の北、土山線の線路を越えた先には、朝倉古墳がある。AB 土佐電鉄が走る町九尺99.156から158ページ今尾圭介日本鉄道旅行地図帳11中国四国新庁舎2009年60ページ ISBN 978から4から10から79万29から6路面電車は行く高知高知新聞社1998年91ページ ISBN4 から875032684。上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、43.94ページ。 ISBN 978から4から06から295161から6。川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、289ページ。ISBN 978から4から794216151。土佐電鉄が走る町根四42から43ページ。ありがとうございます。